神殿か。以前フォーマリオ事件でここを探索したよな。今は冒険者たちの冒険場所になってるってことは、前回お宝を全部手に入れてなかったってことか。おお、フェンテアナチューカイミコアバルダウル。シャトカリクリクトワカリヒット。先に進めなそうだな。問題ないよ。見てて、チリヒジの中を歩く者は風で航空まで届けられる。え、ない。Oke, ini tinggal diambilin. Yoyo. Kenapa story-story di dalam kuil ini, temple ini suaranya lebih kenceng daripada di luar? Tasuke ga hitsuyou na kata ga iru hazu desu. Gua kan jadi bingung. Masih kena. Asap ke so? Buset. Tasuke ga hitsuyou na kata ga iru hazu desu. Oke, cek belakang. Animo sigil. Oke, yang sabar ya. Aku pengen mengutin item. Ini juga pungutin dulu ini. Oke, langsung. Shinu ka to omotta. Tashika ni. Ato sukoshi de sou naru tokoro datta ne.そうだ、君が冒険者のジャックだね。そうだけど、君は？お前を探してたんだ。
エリンから伝言を預かっててね。今日は冒険の計画について話し合いそうにないから、また別の日にしようって。ああ、そうなんだ。申し訳ない。ここまで来てもらった上に助けてもらうなんて。ふん、おせっかいなやつめ。助けてもらわなくとも、このスタンレーならたやすく切り抜けられたんだがな。おお、お前がモンドですごく有名な神社界に行ったことがある伝説の大冒険者なのか。そうだ、俺こそがスタンレーだ。こんな伝説級の人に会えるなんて嬉しいね。じゃあみんなこれからどうする？先に進む？それとも戻る？ Terus gimana ini? Stanley, what do you think? Jack, what do you think? Kasih ke Stanley aja lah. Kan the legendary adventure. 少年よ、お前たちと一緒にいるのはモンドの大冒険者スタンレーだぞ。戻る必要がどこにあると。じゃあ全員一致ということで先に進もう。それでお前たちも俺の冒険の話を聞きたいのだな。これで間に合いますね。ジャックを探しに来ただけだよ。何？バカ者よ、俺はこのモンドで最も有名な冒険者スタンレーだぞ。うん、知ってるよ。いや、もう少し何かあるだろう。俺は生きた伝説、神社界にたどり着いた勇士スタンレーだぞ。なあ、わかったわかった。そうなんかに言わなくていいって。本当だよ、スタンレーさんはめちゃくちゃすごい人なんだから。引き続き俺と俺の仲間の話をするぞ。ジャック、さっきはどこまで話したんだったか。伝説の神社界には風が少しも吹いてなくて恐ろしかったってところまでです。そうだ、あそこは耳鳴りがするほど静寂に満ちていてな、目に見える海は全て怪人でできているんだ。そこで俺の仲間が魔獣を起こした渦に巻き込まれてしまってな、すぐさま俺はそいつの腕を引っ張った。大丈夫だったんですか。おっしゃ。残念だが、再び故郷の土を踏めたのは俺一人。俺の涙は風に吹かれた。そんな。ジャック、お前は大冒険者になるやつなんだ。そうやすやすと涙を流すな。はい、僕たち冒険者にとって最大の目標は冒険の道中で死ぬこと。そして絶対に絶対に風のない場所で死んではいけない。風に乗って魂をモンドへと連れ帰ってもらうためにも。その通り、俺たちの理想は風のある場所で死に、風に乗ってモンドへと魂を運んでもらうことだ。今の僕は下水道に隠れるスライムを隠すためにしか開けられないけど、なんで風のない場所で死んじゃダメってことを強調してるんだろうな。まさか風のない神社界が最も恐ろしい場所だってことをスタンレーが言いたいのか。旅人、小さな発見があったんだけど、探測機をつけてみてくれるかい？え？スタンレーにも空想の友達がいる？彼の友達はベテランの戦士みたいだ。体中傷だらけで表情も毅然としてるね。 It fits Stanley's description of himself. I knew there was something weird about his story. おや？君もそう思ってたのかい？
どうやらスタンレーの話には何か秘密があるみたいだね。じゃあ俺は先に行くぞ。はい、スタンレーさん。君たちちょっと時間あるかな？ん？実は数日前、スタンレーさんが酔っ払って秘密を教えてくれたんだけど、スタンレーさんが当時冒険で使っていた武具はなんと大英雄バネッサ様の遺物、きらめく勇気の剣と輝く意志の盾だったらしい。しかもこの2つの武具は今もモンドにあって、どうやらダダウパの谷にあるみたいなんだ。君たち強いし、一緒にこの2つの武具を探しに行ってくれないかな？ Stanley seriously owned this weapon? Why did he abandon them in the wild then? Satu. もちろんさ、なんたってあのスタンレーさんなんだから。もしそんなすごいものを見つけたら、きっと両親も僕の冒険者になりたいっていう夢を応援してくれるはずだ。今の僕じゃ実力はまだまだだし、両親にも反対されてるけど、お願いだ、どうか助けてほしい。こんな身勝手な考え、スタンレーさんには言えないから。でも使い終わったらすぐ彼に返却するって約束するよ。かわいそうだな。おい、助けてやろうぜ。 Alright then。Yang kedua ini hard to say no after that sob story. Yang satu aja lah. Genyu Yaro mau kuru ka? そうだね。一昨年一つ手に貴重な名刺を手に入れたんだ。武具探しを手伝ってくれたら、その酒を君にあげよう。ダダウパの谷だね。善は急げだ。すぐに出発しよう。OK, misi kelar. Terus suruh kemana tadi? Coba saya langsung teleport ke sini.Keluar dari sini aja lah. Siapa tahu ada cutscene. Nah, ini dia. そこにいるヒルチャールたち。何か儀式をしてるな。あのガラクタの中にあいつらが礼拝するものでもあるのか？間違いない。きっときらめく勇気の剣だよ。オッケー、kena satu lagi。Nggak ngedrop item sama sekali ini kopinya. Oh, masih keluar, buset. No, Fizzle.Ini panah ini nyebelin ini. Aduh. Kirei ni shimasen to. Kore de maniaimasu ne. Terus apa? F. Hora,
これがきらめく勇気の剣だよ。本気か？ただの古い剣だぞ。ヘルチャールのやつら、なんでこんなものに祈りを捧げてたんだ？おそらくどっかの誰かがヒルチャールの戦利品の中にこの剣を入れただけだろうね。ボロすぎる。それに何と言えばいいか言葉が見つからないくらい普通だ。いやジャック、君はモンド城外にいる風象鳥を見たことないかい？ああいう蝶も昼間は目立たないけど、夜になると目がくらむほど眩しくなる。まるで空を飛ぶ宝石のようにね。勇気だってそういうものだろ。平穏な人からしたらその価値は理解できないけど、いざ苦境に立たされた時、勇気だけが君を奮い上がらせ窮地を脱する唯一の光となる。That was some very elaborate oxdom. Apa itu? Ntar gua translate dulu. Elaborate. Rumit. Almost feel for it myself. Ini aja lah, tiga. その通りだ。間違いない。これがきらめく勇気の剣だよ。うん。じゃあこれで剣は見つけたし、あとは盾だね。この辺りを探してみよう。きっとダダウパの谷のどこかにあるはず。おや？あれ？あそこに誰かいるぞ。スタンレー？どうして彼がここに？様子が少し変だな。どうしたんだ？急に止まって。なんでもないよ。コインをばらまく宝刀イタチが通っただけさ。何？どこにいるんだ？僕も見たい。君は武具を探しに来たんだろ。そんなもの見る必要はないよ。Oke, terus anjir muter-muter kamera gua. Nyari shield-nya ya. Shield-nya itu kalau enggak salah di sini depan. Aduh. Ha, goba. Heal. Ya. Itu depan situ. Pas. ほら、あれが輝く意志の盾だよ。嘘つけ。どう見てもただの木の板だろう。ボロボロだし、タガで補強されてるぞ。誰があんなのを盾に使うんだよ。しかも酒のシミまである。まるで酒樽から適当に取り外してきたような。でも僕の吟遊詩人としての勘が、あれこそ輝く意志の盾だと言ってるよ。戦士は体にある傷を誇りに思うように、盾も同じさ。盾が綺麗だと、それは戦場で使われてないってことだ。ボロボロな盾こそ百戦錬磨の証拠じゃないかい？ボロボロになっても戦場で最後の一瞬、血がなくなるまで戦い抜く、そんな意志こそが貴重だ。そうだろ。 I agree with Fenty. I agree with the seal. Fenty is in top form today.そうだな。綺麗な盾なんてないもんな。じゃあヒルチャールに輝く意志の盾を譲ってもらう方法を考えないとな。こんにちは、ヒルチャールさん。だらだら。うわ、やっぱお前に任せる。聞いたことあるヒルチャール語を試してみたらどうだ。それとボディーランゲージで交渉してみよう。 I will pay good mora for that seal. Please may I have that seal?
フィンブラダダダ。もし見た。うん、落ち着いてるし、続けていいと思うぞ。Please take this sweet flower I picked. Please take this yellow cool max I stole. Kucapupu kusayi. Aduh, yang mana ini? Flower coba. Masih minta. Ochitsuiterushi. Tsuzukete ii to omou zo. Fenty sing song you give still okay?Fantasing song, you give siloki. Mani nini biyaudumu. Tuh, yang mana ini? Fenty coba. Oh? Wakatta. Chotto dake utau ne. Masih mita. Oh, penuh. Oke. Oh, ochitsuiteru shi. Tsuzukete ii to omou zo.My ben brother! Money! Money dada! Yatta! Kagayaku ishi no tate wo kochi ni sashidashita zo! Arigato! Honto ni arigato! Yatto oshikatta mono ga sorotta! Tousan! Kaasan! Jingi wo mitsuketa yo!Yuk, langsung kabur. Matte yo. Yakusoku no osake wa? Koko made taihen datta nda yo. Are? Stanley janai ka. Konna tokoro de sanpo kai? Ginyu shijin ka. Kigu da na. Omae ra mo sanpo ka? So da yo. Shokugo no sanpo tsuide ni.友達の探し物に付き合ってたんだ。スタンレーは嘘つきかも。ますます怪しく思えてきたぞ。I'm seriously starting to think so too. He definitely a fraud, no question. ジャックを傷つけないためにあらかじめ剣と盾を置きに来たのかもな。大冒険者はダダウパの谷に詳しいよね。何せここは君がかつて戦った場所だ。当然だ。目を閉じても迷子にならない自信があるぞ。なるほど。君の記憶力と根性には感服するよ。大冒険者だからな。それくらい当然だ。ここにはヒルチャールがたくさんいるからお前たちこそ気をつけるんだぞ。ではまたな、若者たちよ。やっぱ怪しいよな。仕方ないよ、ジャックにあんなことを言ってしまったんだから。でも改めて見ると実に面白い。過去を忘れたくないから今を捨てた人、もし彼が未来への一歩を踏み出さなければならなくなった時、その一歩はどこへ向かうのだろう。あ、どういう意味だ？ただの独り言さ。そうだ、今夜はエンジェルズシェアに行ってみよう。Gua yang dulu misi Fenty malah ngelawan musuh. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.